小林愛美。ピアニストのソリタ平小林愛美が結婚小林は第一子妊娠。互いに音楽家として精進していきたい。ピアニストのソリタ平が一日に自身のツイッターを更新し、同じくピアニストの小林愛美と結婚し、小林が第一子を妊娠したことを報告した。二人は連名でコメントを発表し、この度、 私たちソリタ平と小林愛には結婚いたしました。そして新しい命を授かりましたことをご報告いたします。と公表した。続けて小林は今後体調を見ながらお仕事をさせていただき、延期や出演の見送りなどご迷惑をおかけすることもありますが、また会場で皆様にお会いできる日を本当に楽しみにしております。とファンにメッセージ。 そして、これからは二人で支え合いながら、互いに音楽家としてより一層精進していきたいと思っていますので、私たち夫婦を温かく見守っていただければ幸いです、とした。ソリタは2012年の高校在学中に、第81回日本音楽コンクール第1位入賞。14年チャイコフスキー記念国立モスクワ音楽院に主席で入学した。 15年にイタリアで行われたシッタディカントゥ国際ピアノ競争曲コンクール古典派部門で優勝するなど世界で活躍。21年には第18回ショパン国際ピアノコンクールで日本人最高体の2位に輝いた。日本でもその活躍が知られ、テレビ朝日系、題名のない音楽会議や TBS 系、情熱大陸などでも取り上げられた。 一方の小林は9歳で国際デビューを果たし、幼少期から注目を浴びた。21年には第18回ショパン国際ピアノコンクールで4位に入賞した実力派。世界的な活躍が期待できる日本の若手ピアニストとして注目を集め、22年には第31回出デミツ音楽賞を受賞した。